愛媛丸事故は2001年2月10日8時45分、アメリカハワイ州のオアフ島沖で、愛媛県立宇和島水産高等学校の練習船だった愛媛丸に浮上してきたアメリカ海軍の原子力潜水艦グリーンビルの不注意で衝突し沈没させた事故。乗務員の35人のうち、愛媛丸に取り残された教員5人と生徒4人が死亡し、 救出されたうち9人が PTSD と診断された。千葉やの甲板場で行われた、慰霊式、カカアコウォータンフロントパーク内に混流された、慰霊碑。事故後、監督入りした、原子力潜水艦、グリーンビル。調査で判明した愛媛丸のダメージ。愛媛県立宇和島水産高等学校に所属する、漁業練習船愛媛丸が浮上した、アメリカ海軍所属の、 ロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦グリーンビルと衝突し、エンジン周辺を損傷、約5分程度の間に沈没した。愛媛丸川35名の乗務員のうち9名が死亡し、衝突の際に会場に投げ出された26名は救出されたがそのうちの1名が鎖骨骨折、うち11名が軽傷を負った。この事故の際、 浮上以前からソナーで愛媛丸の存在に気づいてはいたがグリーンビルには民間人16名が登場。グリーンビルのクルー等はこの民間人の対応に追われソナーによる確認作業がなおざりになっていたとされる。その他にもいくつかのミスが事故の原因とされている。事故後にグリーンビルは現場海域に泊まった者の同の情の民間人に配慮して 積極的な救難活動を行わなかったとする避難の声がある。一方で衝突当時周辺の海はかなり荒れており、潜水艦が積極的な救助活動を行うことは難しかったとアメリカ海軍は主張している。アメリカ海軍側が早々に捜索を打ち切ろうとした際に現場に派遣されていた桜田義高外務大臣政務官が 捜索を打ち切ると言われたから断ると言ってやったと、報道陣の前で単価を切ったシーンが話題になった。同年2月16日には、水深600メートルの地点で沈んでいた愛媛丸の船体が発見された。愛媛丸の引き上げを希望する行方不明者家族側と、引き上げコストを理由に難色を示すアメリカ海軍側の意見のすれ違いもあった。しかし、 2001年10月16日、一旦船体をダイバーが先行して調査できる水深35メートルの位置まで移動させ、ダイバー等による1ヶ月以上の捜索を実施後、愛媛丸の船体は水深1800メートルの海底に移動された。当時の森吉郎首相は事故発生時に休暇を取得、ゴルフをしていたが、事故の一方の後もそのままゴルフ場に泊まったことが、 大きな問題となり、内閣総理大臣を辞任した。愛媛丸は600メートルもの海底に沈んだため、船体引き上げは困難であり、当初はアメリカの監修に従い船体は放置される予定だった。しかし、事故発生時から、行方不明者家族らにより沈没した船体の引き上げが強く望まれたこと、日本の仮装による葬儀の風習、また、 日本人の感情などに配慮したアメリカ側は大公案として、船体の浅瀬への栄光を提示、行方不明者家族側もこれを了承した。日本政府は2001年8月に愛媛県からの要請により、潜水艦救難艦千派屋を災害派遣し、遺体捜索作業を行った。日本側の支援のもと、船体を潜海底に移送し、 アメリカ海軍のダイバーが11月7日までに行方不明者9名のうち8人の遺体を収容した。この引き上げ、栄光作業の資金としてアメリカは6000万ドルを投入した。このことはアメリカ国内で議論を呼び、拠出の事実のみを批判するアメリカ人も存在した。英語圏のマスコミ報道では、愛媛丸について漁船と紹介され、高校生が乗っていた。 実習船であることを報道した記事は少なかった。日本の産経新聞は、こうしたアメリカへのある、種の、甘えはこれきりにしたいなど、日米両国に対し終始批判的だった。引き上げ後の調査で、愛媛丸は、船底のフレーム21から54にかけて、区の事情の亀裂が入っていたことが判明し、下から突き上げられたことによる衝撃で沈没したことが、確認された。 当時のグリーンビルの艦長であるスコット・アドル・チューサは、事故の責任について、軍法会議で審議されることはなく、司令官決裁による、原法処分を受けただけで、後に軍を名誉除隊した。2002年12月には、愛媛県の宇和島市を訪れ、宇和島市内にある愛媛もある異に喧嘩した。NTSB は、2005年10月19日にこの事故に、関する、 報告書を出している。この報告書では、グリーンビルのワドル元艦長の責任を含め、アメリカ海軍による内部調査の多くの部分を認めている。ワドル元艦長は2003年にザライトシングと題した著書を出版し、この事故にどのように対応したかを述べている。2006年に愛媛丸に乗船していた元実習生の一人が、 別の実習生に強括を行った容疑で逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けた。この事件は、事故後の実習生たちの心のケアに当たっていた、関係者にも衝撃を走らせた。事故から10年経った2011年から、宇和島市では、宇和島ハーヤンフェスティバルが行われている。事故を風化させないために、また、もともと、宇和島市の姉妹都市であったホノルル市との友好を、 深めることが目的である。発生から20年目の2021年、グリーンビルのアドル元館長が、遺族に謝罪するとともに、事故の責任は自分にあるとする遺族宛ての所簡をまとめ、公表した。また2021年のホノルルでの慰霊式典は、新型コロナウイルス感染拡大及び、日本国内一部地域にて改正、新型インフルエンザ等対策特別措置法に、 基づいて発令された緊急事態宣言の影響を受け、日本からの遺族の参加を中止した。2002年、ハーイ州、オアフ島のホノルルのカカーコウォーターフロントパーク内に、当時の高野山高校宗教科の生徒らが寄付を募り、慰霊碑が設置された。2018年6月4日には、訪米中の秋篠宮夫妻が立ち寄り、慰霊を行っている。また、 高野山高校宗教科の海外研修として、ハワイに何度か訪れて、慰霊碑の前でぶっこ者慰霊放映をしている。2021年2月11日、愛媛県立宇和島水産高校で、事故後20周年の追悼式が催された。2月14日の天聖神号では、これを紹介するとともに、事故を詳細に記録した矢野順衣、元副知事の表した、 海への祈りという対策を紹介している。以下は海難事故のうち潜水艦と船舶が衝突した事故である。ありがとうございます。